シュワです、キリト。よう、何してるんだ二人とも。今からお宝探しに行くんだ、キリトも行く？お宝探し？対策本部の武器保管庫で優先度の高い武器がないか見に行きます。今のも使い勝手がいいけど、次買えるならどれがいいかなって算段しときたいじゃない。武器保管庫か。確かいくつか宝物庫の武器を持ち出してきたんだよな。重いお宝があった時、荷物持ちをする人が必要なので、ぜひとも来てほしいです。え、最初から荷物持ち要員なのか。よし、それじゃあ出発。行きましょう。いや、俺の話を聞いてくれ。とはいえ、保管庫の武器に興味がないかと言われればかなり興味はあるな。まあ、二人についていくとするか。ネル、この探検かっこよくない？ダメです。優先度が今持ってるのより低いですよ。あ、ほんとだ。こんなに綺麗なのに、残念。種類がたくさんあるな。まさかあれだけの短時間でカセドラルからこんなにも武器を移動させるなんて。やはり私たちが使えそうな武器で人気級はなかなかありませんね。そうか、人気は最上階に置かれているから宝物庫にもない。ここにも当然持ち出してきてないってことか。うん、聖騎士になって実力が認められたら最高司祭様が特注のものを作ってくれるみたいなんだ。今は最高司祭様がいないのでどうなるのでしょう。最高司祭代理様が人気を作ってくれますかね。それはわからないな。でも必要ならカーディナルも作ってくれたりして。あれ、これはどうしたの。鏡かな、ひび割れてるけど。これがどうして武器保管庫に。ちょっと誰かいるの。あ、二人とも、どうして俺の後ろに隠れるんだ。いや、なんとか言ってくれよ。一体誰です。許可なく勝手に武器保管庫に入ることは禁止されています。あ、あら、坊やだったの。ダメよ、保管庫に勝手に入っちゃう。いや、俺はその、この保管庫は聖騎士以外は入っちゃいけないことになっているの。まあ緊急事態は別だし、坊やだったからよかったけどね。今のうちだよ。はい、じゃあね、ファナティアお姉様、さよならです。あなたたち待ちなさい。わ、悪い、無断で入っちゃいけないって知らなくてさ。坊やは知らなかったでしょうけど、あの子たちはその決まりを知ってるはずよ。なあ、そうか。じゃあ今は魔獣が現れる緊急事態だから入ってもいいって判断したんじゃないか。そうね、あの子たちも今や聖騎士ぐらい働いてくれているし、それぐらい許してあげようかしら。騎士が武器に興味を持つのは当然のことだしね。やっぱり変わったな。あら、どうして。いや、最初にファナティオに会った時は兜をつけた厳格な騎士様って感じだったからさ。その通り、坊やのせいで少し柔らかくなってしまったのかもしれないわ。坊やとの戦いで
私は体裁を繕う無意味さを知った。こうして兜を脱ぎ捨てた今となっては、他人を寄せつけないトゲトゲしいだけの副騎士長として振る舞う必要はなくなったのよ。ファナティオ、あら、そういえば手に持っているのは何？ああ、実は保管庫の中で見つけたんだ。そうなの、ここに保管されていたとはね。その鏡は私の天仙剣に関わりがあるのよ。な、そうなのか。あ、もしかして。そう、天仙剣の元になったのは最高司祭芸家が所持していた千枚の鏡。剣になった分以外は全て失われてたと思われていたけれど、まさかあの保管庫の中で眠っていたなんてね。そうだったのか。以前最高司祭芸家は千枚の鏡を使って巨大な光を放つ砲台を作ろうとしていた。鏡が足りずに結局私のところで天仙剣になったのだけれど、今残りの一枚が見つかったのなら、この天仙剣を当時芸家が描いたものに近い形で強化できるかもしれないわ。なるほどな。でも、ひびが。これくらいの傷なら鏡を修復する素材、暁の銀粉で直せるかもしれないと聞いたことがあるのだけどね。暁の銀粉？それってどこにあるんだ？私もわからないのよ。それに今の天仙剣に不満もないから探さなかったの。なるほどな。何よ、そんなに目を輝かせて。いや、せっかくなんだし強化してみたいと思ってさ。わざわざ私の武器を？なあ、だって気になるだろ。よし、暁の銀粉について調べてみるぞ。もう勝手に決めちゃうなんて、本当に坊やは物好きなんだから。ファナティオ、暁の銀粉について調べたんだ。南帝国の砂漠にあるんだって。へえ、砂漠のどこにあるの？砂漠のどこかだ。範囲が広すぎないかしら。広いけど探せばどっかにあるだろ。一緒に行こうぜ。それに大図書室で調べてある手がかりを見つけたんだよ。でもどうしてそんなにも私の天仙剣を強化したいの？え、いや、だってそんなすごそうな兵器をあのアドミニストレーターが作ろうとしてたなら、残り1枚の鏡も見つかったことだし、今からでも修復すべきだと思うじゃないか。坊や、分かったわ。でも私一人で行く。なんでだよ。砂漠地帯でひたすら暁の銀粉を探すなんて途方もないことだと思わない？そうかもしれないけど、言い出しっぺは俺なんだし一緒に行くよ。よし、それじゃあ準備しようぜ。もう本当にしょうがないわね。